おいっす、どうもこんにちは、シューチャンネルのシューちゃんと。こんにちは、僕チンアナコ兄弟のチムチムです。よろしくお願いします。ということで、今日から僕の YouTube のパートナーになりましたチムチムです。やばね、チムチムです。今日はなんかチムチムがさ、シューちゃんに質問あるんだよね。質問があるよ、秋の登山に関してだよ。ああ、秋の登山ね、したいんだ。気もいいよね秋の登山はやっぱり素敵なところだから、紅葉がね、まず一つ、まあみんなもね、多分そうだと思います、紅葉がいいよね。だんだんさ、涼しくなってきて、空気的にもジメジメしてなくてさ、なんか登りやすいし、秋の登山って結構しゅうちゃんも好きだなって思います。っていうか、しゅうちゃんは夏忙しすぎてもう山登ってられないので、まあ春と秋と冬に登るしかないみたいな感じなんですけど、え、ちむちむはさ、秋の登山について何が聞きたいの？秋の登山の服装について教えてほしいと思ってるんだ。そうなんだ、服装でもさ、チムチムさ、服着ないじゃん。ということで、秋の服装についてね、答えていこうかなと思います。チムチム可愛いねって思った人、チャンネル登録お待ちしてます。では行ってみましょう、レッツゴー。秋の登山のポイント、もう初心者の方に向けて、まず基本的なことをおさらいしておきたいなと思っていて、まあ、秋の登山って想像以上に寒いです。いや、ほんと寒いんですよ。涼しいとかじゃなくて寒いんですよね。で、これが服装のポイントとしては、やっぱ汗かいちゃって体温がそこ下がっちゃうみたいな、そういう状況が一番良くないのかななんて思います。チムチムと会話してた。汗かいちゃうとね、ほんと危ないので、まずは汗冷えを防ぐ、そんな服装をね、心がけてほしいなって思います。じゃあ、それって具体的にどんなんなんじゃい？これ僕の個人的なおすすめなんですけど、僕はあの秋の登山の時はこういう化繊のロンティー、化学繊維でできたロンティー、速乾性のものを着ています。この地肌に触れる部分の素材が速乾であることってすごい大事なんですよね。これが例えば水吸っちゃってどうしようもない綿みたいな存在だと、あ、存在存在素材だとびちょびちょになって汗冷えしていっちゃうので、まあまず速乾性のものを選びましょうみたいな。チューチャンネルのこう、まあおすすめとしては、これはモンベルのね、ジオラインの中厚手のものになってます。これはね、なかなかいいですよ。ちょっとお手頃価格ですし、臭くなりにくいんですよ。で、生地の厚さが3種類選べて、薄手と中厚手と厚手みたいなのあるんですけど、まあ秋の登山だったら僕はあの中厚手ぐらいでいいかななんていうふうに思ってます。まあそんな感じで、河川で速乾、汗冷えを防いで、さらにこの暑さで暖かさを保つみたいな、なんかそんなイメージで購入してもらえるといいのかななんて思います。これと合わせて肌につけるもの、やっぱタイツ、バーン、タイツもね、あった方がいいですよ。やっぱ寒がりな人とかはね、特にです。俺はね、あんま履いていかないの、あの秋にはちょっと暑がりだから。上の肌着と変わらず速乾性のものを選ぶといいかなって思います。はい、それでもやっぱりこう寒さが気になるなっていう人は、あのウール素材のものを肌に着るといいかもしれないです。ウールはね、やっぱこうすごくあったかくて、速乾って感じではないんですけど、こう水分を吸ってこうじんわりじんわりゆっくり暖かくなっていくみたいなやつだから、あ、ちょっと俺ブレちゃう。まあ寒がりな人はウール選んでもらったらいいのかなって思います。ひとまず肌着はこんな感じで。今度ズボンなんですけど、まあズボンもそんなに特にこだわらなくていいかなと思うんですけど、予想より寒いっていうのがテーマかなって思います。登山はいつもそうなんですけど、体温を上げすぎずに、ただ寒すぎずに登りたいっていう感じですよね。なので秋は本当にレイヤリングすごい大事だなって思います。その動画もちょっとまたレイヤリングについて改めて基本おさらいみたいな動画出しますので、参考にしてみてください。俺なんかはこのストレッチ素材のものがすごい好きなので、中厚手のズボンを履きます。でタイツは履きません。で寒がりな人はまあ中厚プラスタイツみたいな感じがいいのかななんて思うんですけど、まあタイツと合わせながら選んでもらった方がいいかもしれないですね。半ズボンだと結構寒いかもしれないです。はい。で、ちなみに、今履いてるもの、これ、ファイントラックのトルネードパンツっていうパンツです。あの、クライミングとかするときにもすごいストレッチが効いて、動きやすいです。もう本当に膝に違和感がないみたいな。あれ、俺膝なくなっちゃったみたいな。膝なくなっちゃったみたいな。そういう感じで動ける、あの、パンツです。で、だいぶ薄手なんですけど、あの僕は履きやすいので、秋登山に行くとしたら、まあ、薄手のこのズボンの下にタイツ、もしくは中厚手のズボン1本みたいな感じで、いつも行ってますね。クライミングする人とかも、なんかこれ、
すごくおすすめです。いいよ、はい。じゃあ続きまして T シャツです。いやいやいや、もうこれ T シャツいらんやろって思う人が多分ね結構いると思うんですね。ほらもうだって長袖着てるやんみたいな、そういう方がね結構いると思うんだけど、なぜ着るかっていうとね、なんでだと思う？急に振られてびっくりしちゃった。今の揺れすごかったね。小学校の時とかロンティーに T シャツ着てるのすごいかっこいいって思ってたから、そういう格好つけて着てるんだと思う。あー確かにね、精神年齢小学生並みだから、まあそれとちょっと違うんですよ。実はなんでロンティーに半T着てるかっていうと、お腹なんですよね。やっぱ僕登山やっててうんち行きたくなっちゃうとか、お腹痛いみたいな、もう本当に避けたい。だから山でキムチ食ってる人とかマジで本当に信じられなくて、あの衝撃的な出来事で、山でキムチ食べてる人います？山でキムチ食べます。あと辛ラーメンとかたまに見るんですけど、もうお腹下しません。白い黒子か。お腹痛くなるっていうのはすごい避けたい人なので、ロンティー着てパンツの中にこうそれ入れて、さらにこれもポンポンにしまう。そうするとまあお腹冷えることがまあそうそうなくなっていくんですよね。なので僕はこれもう個人的には秋の登山の必着です。ロンティーと半袖、僕は必着だと思ってます。じゃあ半袖でした。はい、で続きましてじゃじゃん、はい、これはですね、まあ薄手なんですけど、登山で着るものって基本薄手がいいなと思ってて、これを半袖の上に着るんですけど、そうだ、例えばこれがめっちゃ分厚くてっていう状態だと熱くなっちゃうんですよ。多分また脱いだりみたいなことになりやすいと思うんですよね。で脱いだら脱いだでロンティーと半袖でしょ。そしたらそれでそれはそれで寒いっていう状況になっちゃう。薄手のまあミッドレイヤーっていうんですかね、ミドルレイヤーみたいなのをぜひ用意してください。はい、次筆形ですね。筆形防寒着、モンベルの、まあ、サーマラップパーカーです。この商品はね、こういう薄手のダウンみたいな防寒着があると結構いいかもしれないね。朝方とか夕方とか場所によってはやっぱ普通に0度とか行っちゃうこともあるので、だって霜とかもう張ってますからね秋は。ダウンじゃなくてもフリース、これはパタゴニアというメーカーのあのフリースの R2 です。まあこんなのを着なくても持っていく必要はあるかもしれないですね。この防寒着は結構大事かなと思います。欲を言うと中間着の方でもまあこっちでも どっちでもいいんですけど、フードがあるのは結構大事かもしれないですね。まあ帽子とか被っていくじゃないですか。でもあえてニット帽みたいなのを被っていくほどでもないなみたいな日があると思うんですよ。でも山頂の方で風が吹いてきたら耳がこう寒くなっていくんですよね。でその耳の寒さを防ぐのに意外とねこのフードが役に立ったりするので、どれかにはまあフードついてるやつがあった方がいいかもしれないね。はい、ねえしゅうちゃん、他にも持っていくおすすめの服ってあるの？あ、そうですね。まあ、ウィンドブレーカーとかは持ってった方が、まあ、あるとすごい便利だなっていうふうに思います。で、ただ、まあ、レインウェアがあるしね、必須かなっていうものでもないかなと思います。ただ、一個だけ、これは用意してもらいたいなっていうのがありました。それは、じゃじゃーん！ T シャツです。え？ T シャツ？さっき、緑の T シャツ紹介してたじゃん。いやいやいや、そういうことではなくてね、チムチム、替えの T シャツなんだよね。これはまあ速乾性のなんかちょっとひんやりするやつなんだけど、素材どうこうじゃなくて汗びっしょりかいちゃう可能性があるから。え、チムチムの声になってきてる。昔ねこういうことあったんですよね。僕友達と登山してて、あの友達がまあ登山始めたばっかりで、まあまあとりあえず行きますかみたいな感じで行ったんですよ、雲取山に。でそしたらまあ友達すごい汗かいちゃって、でもう T シャツびしょびしょだから風が吹いてきてさ、めっちゃ寒いみたいな状態になってて、あの死にそうになってた友達がいて、で、まあ、俺が、まあ、予備で T シャツ、持ってってたから、森さんつって、森さんこれ絶対、あ、俺友達森さんっていう友達がいて、で、絶対これ着替えた方がいいよって言ったんだけど、最初はね、いや、いい、大丈夫だよ。なんか、わかんないけど、くっそ寒そうにしてるのに、なんか遠慮してて、騙されたと思って着替えてみって言って、
T シャツをこう着替えてもらったんですよ。そしたらもう、わあ天国だわーってなんか、こんなに違うの、衝撃みたいな、すごい喜んでもらったことを覚えてます。はい、なのでまあ本当にでも初心者の人はね、まあ、あんまり持ってく人いないのかななんて思うんですけど、忍ばせといた方が万が一の時のためにはすごい 大事です、ね、体温が本当に下がらなくなります、これを着替えるだけで、ね、まあというわけでチムチム替えの T シャツは持ってた方がいいよ。分かった、しゅうちゃんありがとう。はい、どういたしましてということで、秋の服の紹介をチムチムと一緒に、お届けしました。細かいこと言わないんですけど、汗びえしないように気をつけてくださいねっていうのは初心者の人に本当にすごく伝えたいです。それで痛い目あってる人いるんでたぶんいるんじゃないですか、動画の中にも、はい、服っていうのはやっぱこう快適に登山を過ごすための5つのアイテムになりますので、まあいろいろ工夫を凝らしながら快適な安全な登山ライフを皆さん楽しんでください。以上、しゅうちゃんとちむちむでした。ありがとうございました。はい、ということで秋の登山服装のポイントやおすすめなんかを紹介していきました。いかがだったでしょうか。どうでしたか、ちむちむ。いろんなポイントが分かって楽しかったです。しゅうちゃんの動画にしては珍しく学びのある動画だったね。そうですね、この動画を見てチムチムっていう名前言いづらすぎだろって思った人、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ではまた、いい名前も募集中です。チムチムから変わってもいいです。